それではピンボケしてしまった写真の直し方です。基本的にはですね、撮り直した方がいいです。もしくはちゃんと撮りましょうなんですけれども、まあ、それではどうしようもないので、もしやってしまった場合はですね、シャープをかけてあげてください。どれだったかな、これですね、シャープを調整、こんな感じですね。こうやってシャープをかけてあげてください。そしてシャープをかけてコントラストを上げてあげます。するとまあそこそこ明るくした上でコントラストを上げてあげると、まあなんとなくきつくなるでしょうか。まあ無理はありますけどね。まあちょっとしたピンボケぐらいだったら割と直せたりするんで、シャープかけてコントラストかけるとこれも割と処理ができます。ではですね、これをねちょっと処理してみたいと思います。まずちょっと明るさが暗いので明るくします。コントラスト少し下げます。こんなもんかな、眩しくならないようにねしたいですね。で、トリミングします。写真の縦横比のままの方が綺麗かもしれません。こうですね、はい。でよく見るとですね、ちょっと手元がピンボケして奥にピントがいってるんですね。奥にピントがいっちゃってますので、これをなんとかしたいと思います。ですね、こういう時はですね、ここだけ選択してピントを強くするというのがベストです。選択ツールでチョキチョキとこう選択していきましてですね、今選択範囲が選ばれました。で選択範囲をそのままだとちょっとねあれなので、境界線をぼかします。20ピクセルぐらい、今ここが丸くなったら分かります？ちょっとぼんやりしたんですね。この状態で、シャープをかけてあげます。ここだけに今シャープがかかってるような状況ですね。結構シャープかかってきましたね。やりすぎるとね不細工なので、このスライダーの値をちょうどねうまいこと調節しながらで選択範囲を解除してやれば、ね、遠目に見る分にはかなり OK になったんじゃないでしょうか。でこれで保存します。あ、その前に画像サイズですね。画像解像度を目的の1200とか縦位置1200ぐらいにして、この上で保存をしましょう。で JPEG にしまして、 JPEG の中画質ぐらいにしましょうかね。保存してあげます。完成してます。こうですね、十分綺麗な画像ができたんじゃないでしょうか。